マスラ、あ、月のそばで、ちょうど月のところで弾けましたね。もうナビちゃんがもうビビりまくってですね、私の、はい、膝の上行ったり来たり。お、これは大きいですよ、ちょうど月のところで、はい。ということで、はい、皆様、ただいま茶壇の土曜日の恒例の花火が終わりました。今日はですね、星さんの方がお見えになっているということでありがとうございます。さて、ナビちゃんはと言いますと、もうね、花火の音にビビりまくりまして、さて、今夜はですね、はい、まず私があの大事な写真とか、公開するときには、はい、大事な写真とかを公開するときには、ね、まず、ここ CAS で集まっていただく、戦友の皆さんから、公開をしようということで、私は常に考えております。そういった中で今日はね、コシさんの方がお見えになっているということでありがとうございます。コシさんにはね、この花火を、ね、たっぷり堪能していただいたかと思いますけど、ただ今日風がすごい強いんでね、声があまり聞こえないかもしれません。さて、今日はですね、来ていただいた戦友の方のみにまず最初に公開をしたい写真がございます。はい、今日皆様にお見せする写真はですね、実はこの写真をねお見せしたいと思います。本邦初公開、本邦初公開ですよ皆さん。まずこの写真ご覧ください。ドン。はい、まだどこにもね公表していない天皇誕生日、天長節に生まれた、私の初孫の写真でございます。いかがでございましょうか。はい、コシさんどうですか。なんとね、生まれてその翌日に目が開いています。生まれた時にはずっと目をつぶった状態だったんですけれど、今
目が開いたということでね、目の開いた写真を、まあ、送っていただいております、はい。それとね、これとちょっと比べていただきたい、写真があるんですけど、実はこの写真とね比べていただきたいかなと思います。比べていただきたい写真はですね、ちょっとお待ちくださいね。もう寒くて風が強いのでね、ちょっとぐる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 しながらお送りしてるんで、手元がねちょっと狂ったりするんで、まさか変な写真出すわけにいかないんで、はいはい、コスさんどうもありがとうございます。実はこれ59年前、はい、58年59年前の、私の写真でございます、はい。59年前、まあ、約60年近く前の、私の写真、はい、よーくこれを見ててくださいね。それと、今回生まれた、初孫、はい、初孫の写真が、はい、これでございますが、コシさんどうですか、似てますか、似てますかね。いや、なんか似てるような似てないような、まあほっぺたのところとかね、はい、顔の輪郭とか、まあ似てるんじゃないかなって思ったりもするんですけど、みんながね、そっくりだそっくりだそっくりだって見る人見る人見る人がみんなが言うんですよ、はい。ということで、今夜は、サプライズの花火の中継、はい、花火の中継プラス本邦初公開、ね、大事な写真はまずここからね、皆さんに、公開をねすると私決めてるので、今日は来ていただいた方にまず、はい、この写真を、小石さんどうもありがとうございます。来ていただいた方にね、まずまずこの写真をお見せしたいということで準備をさせていただきました。はい、ということでね、今日は花火中継から始まったボギー対策言いたい放題、ここあまりにもね海風が強くてですね、寒いんで、今日はねこれで引き上げようかと思っております。先ほどねビビって暴れたナビーちゃんが水筒を蹴っ飛ばしまして海に落っこちてしまいまして、いやー、これ多分海に行っても拾えないかななんて思ったりしているんですけど、いやー、大事な水筒をなくしちゃったかな、もしかすると。はい、ということで、今日はですね、皆様に、はい、本邦初公開、本邦初公開ということで、ボギー大佐の初孫さん、60年前のボギーさんと似てる似てないということでね、お送りさせていただきました。まあ似てるという人もいれば似てないという人もいると思いますけど、どうなんでしょうか。多分1歳ぐらいになってこれそっくりだったら思いっきり笑ってしまうんじゃないかなってね、私思っておりますけど、いやー、どうなることやらということで、まあ、本日のボギー大佐の言いたい放題、出先、茶谷町美浜の、花火打ち上げの堤防の真正面からお送りさせていただきました。はい、ということでね、今日は本当に本邦初公開の写真を出してちょっと皆様にご報告っていう形になりましたけど、まあ、今日はゲリラライブなんでね、多くの人たちがちょっと来てはいないと思いますが、またアーカイブの方でご覧になっていただければと思います。またね、リアルで来ていただいたコシさんには、心から感謝申し上げたいと思います。本日もね、コシさん、ご視聴いただきましてありがとうございました。では、本日のキャスは、これにて失礼いたします。皆様おやすみなさいませ。